ドメニコマリア・カヌーティは、イタリアのバロック時代の画家である、ボローニャやローマで活動した、ボローニャで生まれた、グイドレーニの工房に弟子入りした後、グエルチーノの弟子になった。多くの天井画や壁画を描き、1650年頃から1660年の間と1670年代の終わりには、ローマで働き、 サンティドメニコエシスト教会の装飾画を描いた。オリベタン修道院からもしばしば注文を受けた。フランチェスコ・コッツァやカルロ・マーラッカとアルティエリ宮殿の装飾の仕事も行った。ローマのコロンナ宮殿の壁画も制作した。ボローニャに戻った後、サン・ミケーレ教会のライブラリーやペポリ・カンポ・グランディ宮殿、マントバのデュカーレ宮殿の壁画を描いた。ドメニコ・サンティア・ジャコモ・アルボレージと、 フェリチーに宮殿の壁画を描き、カヌーティの工房には、ジュゼッペ・マリア・クレスピア、ジョバンニ・アントニオ・ブッディーニといった画家が働いた。ありがとうございます。